ネズミを何のために？今キーラ、何をしている？ゲラルト驚かせないでよ。でも魔術師のネイはネズミを取ってこい、元気なやつをなって言った。エルフの隠れ家から持ってきたランプか。ネズミとは何の話だ？何でもないわ、後で説明する。それよりどういう風の吹き回し？頼みたいことがあると言ってたな。ええ、今でもね。ウィンダマー湖の呪われた島のことは聞いたことがあるでしょ。この土地の農民はあの島に取り付いた勇気のことをずっと話してるの。あそこに行った者は誰一人戻らないとか。なぜ呪われたんだ？わからないのよ。かけられた呪文を解きたいけど、その正体がわからないままなの。手がかりぐらいは。呪いはニルフガードが攻め込んできた時、この辺りの領主ブセラドが逃げ込んだ塔と関係しているらしいわ。村人が言うには、飢えた農民たちが食べ物を求めてファイク島に行ったとか、そこで惨状にあって命を落とした。どう？呪いを解くのを手伝ってくれない？こういうのは得意でしょ。なぜそんなに必死なんだ？私じゃなくて農民がうるさいの。あの島を、呪いを解いてください、優しい偉大な魔女様って、しつこくて。はあ、村人のことなんか気にも留めてないと思ったが、立派な魔女じゃないか。呪いが解けなかったら村人は私を無能だと思うでしょうね。縛り首になる危険を冒してまで私をウィッチハンターからかくまう意味はなくなるでしょう。他人にどう思われるか、それしか考えてないのか。私が言いたいのは、わざわざこんな辺境の地まで逃げてきて、今さら地元の泥臭い男たちに嫌われたなんて理由で捕まるのはバカバカしいってだけ。つまり農民たちは食べ物を求めて島に行き、領主に殺された？村人は毒殺されたと言ってるわ。紳士的だな。うん、領主に会ったことはないけど、あの島の魔術師の話では残虐な性格だったとは思えないのよね。島に魔術師がいたのか？知り合いか？今はどこにいる？友達よ。残念だけど彼もあの時に死んでしまったの。助かったのは一握り。島から逃げた人たちも結局苦しみながら死んでいったわ。でもおかしなことに毒を盛られた様子はなかった。わかった、手を貸そう。断れないと思ったわ。とにかくファイク島に行ってみる必要があるわね。それでどうするんだ？島の亡霊なら呪いの出所を教えてくれるはずよ。彼らと心を通わせる必要があるんだけど、方法がわからなくて。彼らが話してくれると思うか？もちろんよ。この魔法のランプを持っていけばね。終わった後ランプをあげるわ。お礼の代わり、きっと役に立つはずよ。一緒に行かないのか？一度行こうとした。でも頭が破裂するくらい呪いの魔力が強すぎるの。そこに俺を生かすのか？私は鼻血が大量に出たけど、あなたならメダルの振動に耐えればいいだけでしょ。アレトゥーザで小さな魔力にも反応するように訓練された私には、棒でお尻を思い切り叩かれるような衝撃だったわ。おかしいな、そういう刺激はむしろ好きだろう。私の小舟を使って、村に近い湖岸に置いてある、十分使える状態のはずよ。腐ってなければね。この辺では何もかも腐ってしまうから。ランプがどんな風に役立つんだ？こうすれば何か起きるのか？魔法で何かやるのか？こする必要すらないわ。骨があってささやき声が聞こえるところに置くだけでいい。そうね、警告しておくけど、あんまり気持ちのいい経験にはならないと思う。では報告は気持ちのいい経験だけにしておくよ。それも必要ないわ。ゼノボックスをあげる。それがあれば離れていても話ができるの。見たものを話してくれれば、するべきことを指示するわ。どこでゼノボックスを手に入れたんだ？ランプと一緒に洞窟でね。最初はランプの一部だと思ったわ。それが何なのか分かったのは後になってからよ。あのエルフの魔術師のものか？当然ね。
でも彼が使っていたかはわからないわ。ゼノボックス初耳だな。メガスコープと同じだけどずっと持ち運びやすいわ。会話ができる魔法の箱だと思って。すぐ作れるのか。私には無理ね。だから貴重なの。めったに手に入らない代物よ。そのゼノボックスを魔術師みんなが使うようになることはないわけか。ありえないわね。出発の前に他に言いたいことは。もうないわ。早く行きなさいよ。ファイク島で何が見つかるか待ちきれないわ。終わったら報告に来てね。それとゲラルト？うん。ありがとう。Thank you.
もうすぐ着く。よかった。またすぐに連絡するわ。待て。このゼノボックスはこちらからも連絡できるのか。残念だけど一方通行なの。まあ私の女の勘信じて。私の何だって？私の女の勘。頼りになりそうだ。なんだって？聞こえないぞ。まったく早速故障か。クソ、効き目の短い魔法だ。なんて言ったの？何かに邪魔されてるわね。慎重に進んで。ヒーラーのランプを使ってみよう。あの貴族はどこだ。そこに転がってる。腐ったカボチャみたいに頭を割られてな。ああして血とクソまみれで寝てたら俺たちと区別がつかないな。気品も何もない。殺すのが早すぎる。もっと苦しめてやりたかった。
他にもいるはずだ。こいつの息子を代わりに苦しめてやろう。娘もだ。上に行くぞ。いつも愚かな民衆の話ばかりしよって二度と耳を貸したくもない。あの間抜けに乗せられたな。だがグレアム一人見て他の農民まで真摯だと思うなよ。閣下、農民たちは扉を破って塔に。最上階にいる。研究室らしきものはないぞ。じゃあまだ最上階じゃないのね。通路を探してみて。この島を支配している呪いを解きたい。君のことを教えてくれ。他の亡霊たちには俺が見えないようだが。私は特別なの。ずっと特別だった。とびきり美しくて領主の娘で、ここは見える限り全て私たちのものだった。私と家族は魔術師の塔に隠れて戦争が終わるのを待とうとしたの。いつかは終わると信じて。ここの魔術師は何者だったんだ？アレクサンダー。彼のことはよく知らないわ。ずっとこの塔に閉じこもって。彼も死んだわ。知ってるでしょ？みんな死んでしまった。死体の山よ。私だけ、たった一人で。みんな私を置いていってしまったわ。永遠の愛を誓った男さえも。彼も私を置き去りにした。呪いを解ければ君も自由になれるはずだ。ここで何があった？農民たちが食べ物を求めて渡ってきたというのは本当か？嘘よ。彼らは奪って殺すために来たの。私たちが裕福でここから惨めな彼らを笑っていると思ってた。私たちだって食べ物に困ってた。他の人たちに分けられるほどなかったの。彼らはみんなを殺して。お父様が叫ぶのが聞こえたけど、魔術師に言われた通り誰も部屋に入れないようにしていた。魔術師は薬をくれたわ。見つかったら飲むようにと。そうすれば心配ないと。それから？おぞましい恐怖よ。近寄ってくる男たちが怖かった。でも薬を飲むことも怖かった。魔術師を信用しなかったのか？村では彼が病気に関与していると言われていた。治療ではなく発生させる方に。塔にネズミをおびき寄せ、カトリオーナに感染させたと。もちろんただの噂よ。でも怖かった。心底怖かった。それから彼の声が聞こえたわ。愛するクレアムの声が私を呼んでいた。彼のために扉を開けたら他の人たちが入ってきた。私に襲いかかって。そして。君の恋人は助けてくれなかったのか？
敵が多すぎたのよ。彼女に手を出すなと叫んで止めようとしていたけど、奴らは笑っていたわ。何かされたのか？腕をつかまれて、ドレスを破られて、なんとか振りほどいて薬を飲んだわ。それで何もかも終わった。毒だったのか？それで死んだのか？違う、後になって目覚めたわ。誰もいなくて暗かった。いたのはネズミだけ、何十匹も何百匹も。でも体が動かなかった。眠り薬か。効き目が切れてなかったから麻痺したままだったんだな。周りのネズミが全部私の体に虫のようにたかってきたわ。顔にも手にも。肌が噛みちぎられ、胃が食い破られるのを感じた。バラバラに食い荒らされても叫ぶこともできなかった。私は十分苦しんだ。どうしてここから出られないの？他の亡霊たちとは話せるのか？いいえ、話はできない。みんな私を見ると逃げるの。なぜかわからない。私が怖くないの？ああ、亡霊と会うのは初めてじゃないが、正直言って君は何か他の亡霊とは違うな。どうしてほしい？憎しみから生まれた呪いが私をここに縛ってるわ。呪いを解けるのは愛の力だけ。でも誰が亡霊を愛してくれる？君の恋人は？彼も死んだのか？グレアンは、彼は生きてるわ。死んだならわかるはずよ。でも彼は私を見捨てて逃げたの。私を置いて。君が彼を許せば呪いの力を消せるかもしれない。この島を浄化できるはずだ。恋人というのはどんな奴だ？貴族の息子か？いいえ、貧しい両親を。父には反対されたわ。厳しくね。結婚などありえないって。はあ、彼が恋しい。私は今でも毎晩岸辺を歩いて村を眺めてる。私を覚えてるかしら？君は塔を離れられないと言ったろ。私が？聞き間違いだ。そんなはずはない。私、これ以上は知らない。全てが悪夢のようで。見た限り呪いの中心は君のようだ。この島にいる亡霊たちが持つオーラは君のものほど強くない。君と話し始めた途端にメダルが脈を打ち始めた。何が言いたいのかわからないけど、何か知ってそうね。あなたの言う通りかもしれない。私はこの島に縛られている。私が領地を受け継ぐべきだったからかしら。君の血がこの土地と強く結びつき呪いを生み出していることはあり得る。だとすれば、怒りの元であるグレアムを許せば呪いを解けるかもしれない。私は彼を愛していたわ。彼を許すことはできる。自分のしたことを後悔しているならね。私の骨を彼に渡して、彼の手で葬ってほしいの。私の頼みを聞いてくれる？よし、グレアムに話そう。彼はどこにいる？村の湖畔に住んでいるわ。でも私を忘れていたら？愛していたなら君のことを忘れるはずはない。いつまでも愛すると言っていたわ。彼のところへ行って急いで。人体実験か。魔術師神秘会がまだあったら見逃されることはなかっただろうな。
いて、なぜついてくるんだ。グレアムに何の用があったのか知りたい。俺か。用なんてない。心配してるのはあいつの母親だ。島から戻って以来閉じこもったきりなんだ。誰とも話さない。愛は残酷だ。奴の頭を腐らせちまった。男爵の連中にやられたらおとなしくなるだろう。風がうなっている。殺さないでくれ。とても忙しいんだ。男爵の連中にやられたらおとなしくなるだろう。これがウィッチャー。鼻くその方がまだ面白い。男爵の連中にやられたらおとなしくなるだろう。話がしたい。聞こえなかったのか。何度言えば。お前は誰だ。島に行ってきた。あそこで何があったか知っている。何の用だ。アナベルのことで話がしたい。アナベル。なぜ彼女のことを。彼女に会って話もしてきた。アナベルは死んだ。毒を飲んでな。俺は彼女を救えなかった。愛してたのか。ああ、苦しいほどにな。心から愛していたし、いつかは結ばれると信じていた。だが父親が許さなかった。娘がつまらない庶民と一緒になるなんて。ファイク島で何があった。教えてくれ。知りたければ教えてやろう。ミリー、フィンチ、フォークナーが仲間と島へ渡って貴族に奪われたものを奪い返そうとした。あいつらは俺が島の奴らと面識があることを知っていた。俺が魚を売りに行けば門を開けると。行きたくなかったのか。いや、チャンスだと思ったんだ。アナベルと一緒に逃げる。だが実際は全てがめちゃくちゃになった。村から来た男たちは手当たり次第に島の人間を殺し始め、アナベルに乱暴しようと。それでアナベルは毒を飲んだ。魔術師が渡していたんだろう。俺は塔を走り出た。死にたい。奴らを全員地獄に落としたい。そんな呪いの言葉を叫びながら。
これ以上は話したくない。もう勘弁してくれ。島の塔から走り去るとき叫んだと言ったな。どんなことを言ったんだ。思い出せない。罰が下るように、彼女にしたことの報いがあるようにと。それが呪いになったのかもな。あそこには強い魔力のオーラがあった。熱情や悪意や強い感情がその魔力に火をつけたんだろう。お前の言葉が呪いを作り出したんだ。彼女は奴らのせいで毒を飲んで。あれは毒じゃない。アナベルが飲んだのは強い眠り薬だ。魔術師は彼女を守るために彼女が死んだように見せかけたんだ。でも彼女はもう。彼女と話したと言っていたな。彼女の霊と話した。彼女が目覚めた時、塔の中は死体とネズミだらけだった。ネズミは温かい肉を見つけて生きたまま彼女を食った。つまり彼女はずっと生きていたというのか。そんなバカな。全身が冷たく死体そのものだった。揺り動かして目を開けてくれと叫んでも何も。仕方ないことだ。彼女が飲んだのが毒ではないと知らなかったのだから、お前は悪くない。神よ、俺はなんてこと。島に残って彼女のそばにいれば生きていることに気づけたのに。違う結末になっていたのに。島に残っていたら命はなかっただろう。それでも彼女をネズミの餌にするよりマシだ。だがもうどうすることもできない。それは違う。お前の力がなければアナベルの魂は決して安らげない。でも何ができる。もう手遅れじゃ。彼女の骨を葬ってやるんだ。愛する者の手で永遠の眠りにつかせてやれ。島の呪いを解くにはそれしかない。これが彼女の骨。そうだ。貸してくれ。それから一人にしてくれ。もっと早く。ゲラルト、二度と会えないかと思ったわ。ファイク島から呪いは消えた。今まで黙ってたわけ？ゼノボックスを持ってたでしょ。それであの呪いの正体は何だったの？闇の力が領主の娘アナベルの霊に取り付いていた。解き放つために恋人グレアムの助けが必要だった。うまくいったの？グレアムは彼女を葬った。うまくいったと思う。一つ気にかかるんだが。何？アナベルはアレクサンダーが病気の研究をしていると言った。カトリオーナとか知っていたか？魔術師全員が知ってたわ。
アレクサンダーは伝染病学者だった。彼の手記を研究したかった。でも彼は用心深くそれを守っていたの。ランプだがどうすればいい？約束通り、それはあげる。島が浄化された今、私には必要ないもの。実は一緒に行かなかったことを後悔してるの。埋め合わせをさせてほしいわ。ランプだがどうすればいい？約束通り、それはあげ。実は一緒に行かな。よし、そろそろ失礼する。ねえ、もう少しだけいてくれない？ちょっと頼みたいことがあるんだけど。なんだ？ノビグラドから材料を取り寄せてるの。昨日商人が到着する予定だったけど、まだ来ないのよ。どうなったか確かめてくれる？かなり大事な荷物なのよ。いいとも。ノビグラドからここへ来るならブラックボウを通ったはずだ。そのあたりを調べる。ありがとう、心から感謝するわ。教師のためウィッチャーの仕事をしてほしい。ウィッチャー向けのだ。わかった、話を聞こう。祈祷師は探していた悪魔を恐れぬ男を。万霊祭が近い、儀式を行わねばならん。時に呪われた魂をもが呼び覚まされる。ストーンサークルで奴らから身を守るのだ。報酬は何だ？ウィッチャーは見返りがなければ動かない。この祈祷師もそれは心得ている。心配するな、協力に対する報い方は心得ている。そもそも必要な儀式か？時に人は大きな悔いに苛まれながら死んでいく。人生の苦しみに出会う前に死んでしまう者もいる。満たされぬ哀れな魂は悲しみの谷をさまよい続ける。聖者と同じ場所をさまよう魂をあるべき場所に送り出す。その儀式が万霊祭だ。確かにウィッチャー向けだな。分かった、手を貸そう。引き受けてくれると思っていた。時が来れば皆集まり始める。湖を渡りハイク島まで行くのだ。島にあるストーンサークル、そこで会おう。解決するのは早い方がいい。今夜、真夜中にやろう。行くぞ。太くて重い車輪、商人の馬車か。
商人が一人でベレンを通ろうとしたのか。それからなんでも辛口の赤ワイン。南方のブドウだな。黒すぐりと柑橘系の香りがある。この肉はカトブレパスのか。どんな呪文に使うんだか。未開封か。魔法に関するものではないな。キーラはこれをどう説明する気だ。ゲラルト、二度と会えないかと思ったわ。これを手に入れた。君が欲しがってたものだ。すごい。これでやっと二重樹木根様式の研究ができるわ。でもその前に温めたワインで乾杯か。馬車の積み荷を見たぞ。最上の肉、高級ワイン、ゼリカニアさんの香辛料。魔法には関係ないものだ。何を企んでるんだ。話すより見せた方が早いわ。でもちょっと待ってね。ぜひ見たいね。いいさ、待とう。じゃあほら外へ出て。もっと楽な格好に着替えるのか。後でね。慌てないで。さあ早く外へ出て。待っててくれたのね。ありがとう。もうすぐよ。白いネズミなど酔っ払えばいつでも見られるが。もうすぐって言ったでしょ。邪魔しないで。バイカン・ルビン・カイフィー。ネズミを馬に変えるとは三等級の変化術だな。さすがだ。だがどういうことだ。シンデレラのお話を知ってる。ああ、元になった実話もな。城の池に突然現れたズーグルがシンデレラ姫を丸ごと食ったんだ。残ったのは片方の靴だけで。やめて、ズーグルの話はいいの。おとぎ話に戻るわよ。私この不気味な沼地から一晩だけ抜け出したいの。魔法使いのおばあさんはいらない。自分で魔法をかけられるから。だけど
王子様がいないとね。ベレンで探すならあなたしかいない。どう、月夜に馬の背に揺られて素敵な夕食を楽しまない？それはいいな。断る気がしないほど魅力的な提案だ。出発の前にもう一つだけ。ああ、カボチャを馬車に変えるのか。違うわ。私たちの着てるボロ布を華やかな服に変えるの。嫌な顔しないで。ただの幻よ。痛くも痒くもないし、夜明けとともに全部元通り。いいだろう。やるならとことんやろう。じゃあじっとしてて。グベッダグラン。さあどう、襟のラインが地味だった？ちょうどいいな。あなたの髪の色も変えればよかったかも。黒い髪の男が好みなのよね。まあいいわ、贅沢言ってる場合じゃないし。行きましょう、ディナーが待ってるわ。ビリの人は皿洗いね。遅いぞ。おめでとう、立派な騎手になれるわね。あと少しだけ背が低くて軽かったらな。そうね、でもそうだったら食事に誘ってないわ。どうしてあの材料が必要だったか分かった？シナモンが効いた牛肉、ローストチキンとエシャロット。苦労の甲斐はあったな。白ワイン、それか辛口の赤を十分空気に触れさせてからだ。あら、あなたがワイン通だとは思わなかった。ウィッチャーはドラウナーの髄液をすすって池の水を飲んでるとでも。まあね。さて、おしゃべりしててもお腹は膨れないわ。食べましょう。結構な額がかかってるだろう。少しも払わなくていいのか？やめてよ、卵やおんどりはすぐ手に入るんだから。それに懐が温かくなる予定もあるし。気になるな、これは何かのお祝いなのか？そう、普通の生活に戻るの。でもそれはいいの。もう一度お礼を言わせて、ゲラルト。塔ではすごい活躍だったわ。本当に助かった。呪いを解いたのは初めてじゃない。でもすごく難しかったでしょ。あの島で起きたことは思い出しただけで震えちゃう。それにあの研究室、全部燃やし尽くせていたらいいんだけど、死体や書類も。さて、本題に入ろうか。何のこと？セックスだ。だからここに来たんだろ？ワインには詳しくても、こっちの方はガサツなのね。最高だわ。ベッドでは下品な方が楽しめるもの。じゃあ目を閉じて、10数えてね。1、2、3、4。なあ、もういいだろう。キーラ、かくれんぼか？探してやるよ。
見つかっちゃった。やるわね。商品は何だ。何も持ってないけど、何をあげようかな。あの星座、ゼリカニアレは何て呼ぶか知ってる？確かドラゴンなんとかだ。他の名前があるの。ちょっといやらしい名前。教えてあげるから耳を貸して。エグマンナブル。キーラ、どこだ。呪文で俺を眠らせたのか。何か企んでるな。ファイクとあの塔か。ゆっくり。よしよし。全能の神は子豚6匹を要求されたんだ。だがお前は1匹すら持ってこなかった。だから呪われたんだ。おしまいだ。ここで何をしている。なんだ、あんた月から来たのか。全能の神にお供えをしてるに決まってる。あんたも神の助けを求められる。それなりのお供えがあればな。我々のは拒まれた。そして村全体が呪われた。全能の神とやら初めて聞いた。新手の神様か。いや、祖先に崇められた古代の神だ。伝承によると、オレトンのロスラフがここで小枝を集めてたんだ。すると突然茂みが燃え上がった。その時ロスラフは地中からの声を聞いた。捧げ物と服従を要求する声をな。それ以来お供えを持って参拝に来ている。見返りに全能の神が我々を見守り、邪悪を遠ざけてくださる。そうみたいだな。捧げ物の何が悪かったんだ。分かってるだろう。俺たちは残飯をお供えしたんだ。戦争前なら飼ってる犬にすらこんなものは与えなかったが、今はこういう事態で仕方ないだろう。お先真っ暗だ。全能の神はベーコンの塊か樽一杯のビールを備えなければ、川はカエルであふれ、イナゴやら何やらが農産物を食い尽くすと言ったんだ。仲裁役としてその全能の神とやらと話してもいい。話をつけられる気がする。試してもいいだろう。
神と話すには祭壇の前でこう叫ぶんだ。全能の神よ、悩める哀れな者をお助けくださいと。異国人にも耳を貸すかもしれない。ああ、全能の神よ、悩める哀れな者にお助けを。神聖なる休息を妨げるとは何事だ。妨げたのは神聖なるあなた様がかけた呪いを解いてほしいからです。農民たちにはもう何も。奴らに捧げ物を持ってこさせろ。さもないと干ばつになる。氷が降り地震と雪崩が来るぞ。わかったな。雪崩ここに。どうやって。全能の神からの答えはなしか。いいさ、実際に会って話を終わらせよう。声は地下から聞こえてきたな。うん、ワインか。どちらかというとオスだな。飲んだやつを匂いで追えそうだ。ネハレニの目を使うとしよう。なんだ、神聖なる我を妨げるのは誰だ。リビアのゲラルトだ。どう思う。全能の神は神ではないとは思っていたが、まさかこんなブクブク太ったやつだったとはな。お供え物のおかげか。おかげ、おかげだと。代わりに奴らに与える祝福や崇高な助言はどうなるんだ。あいつらにはその全てが言葉だ。役割さえ果たせばおとなしく見守ってやろうと思ってたが、近頃は粗末な残飯しか捧げてこない。それは子供たちが食べるはずだった分だ。さらにお前は彼らに呪いまでかけた。ちゃんとした捧げ物を持ってくるまで解くつもりはない。残飯で我慢しろと。ありえない。そう伝えるがよい。わかった、要求を伝えよう。だがいずれ熊手に刺されてここから運び出されるぞ。全能の神と話した。直接な。それでご容赦くださると。残念ながら全能の神は意志を曲げなかった。神の子羊には厳しいらしい。言っただろう、トレボア。備蓄してる食料も全部お供えにしよう。ああ、あと一つだけ。丘の地下に穴蔵があるのを知ってたか。そのうち見てみるといい。魅力的な場所だ。いい日だな。とても忙しいんだ。どうも。
待ってゆっくり。